昔々とても荒々しい世界にお父さんと暮らす2匹の兄弟狼がいました。家族は幸せに暮らしていましたが、ある日狩人がお父さんの命を奪っていったのです。残された兄弟は新たな家を探さなくてはいけません。旅立った2匹は大きな森を進んでいきます。旅などしたことない2匹は何日もさまよいながら自力で生きる方法を学んでいきます。ご飯もあまりない中、獣が住まう森の中で眠りました。その後2匹は平和な果樹園を見つけ、ゆっくり食事をとりました。安らぎもつかの間、狩人が2匹を捕らえようとしますが、なんとか逃げ出しました。優しいクマが助けてくれたのです。クマはこの世界を生き抜く方法を教え、キャンプも見つけてくれました。そこでお兄さんオオカミは気づいたのです。弟がスーパーウルフであるということに。絆を深めた2匹はお父さんオオカミの故郷へと急ぎます。穏やかな日々を取り戻すために。動くな。ちょっと前までは無理だったろ。別のでやってみようよ。あんま重くないやつ。疲れてきちゃった。ダニエルがこいつを拾ってくれてよかった。あそこの石でやってみようぜ。もう一回だけ。昨日やったじゃん。一昨日も。遠すぎるよ。届かない。あと一回だけでいい。いけそうなのに。時々自分を怖がってるみたいだ。一緒に切り抜けような。専用射撃場だぞ。どうだ。いやいや、寒くなってきたし、まずは特訓を終わらせよう。どんどん力をものにしてる。限界はあるのかな。ダニエルに何があったかは分かんねえ。でも手助けはできる。じゃあさ、マッシュルームを浮かせよう。どうして？怪我させたいの？
いやいや違うって。まあやめとくか。時々自分を怖がってるみたいだ。一緒に切り抜けよう。いやいや寒くなってきたし、まずは特訓を終わらせよう。これでかすぎるか？うん、それはでかすぎ。いやいや、寒くなってきたし、まずは特訓を終わらせよう。ダニエルに何があったかは分かんねえ。でも手助けはできる。じゃあ石を川に投げ込めるか？できる。見ててよ。ぽっちゃん。よし、家に戻る前にダニエルともう少し遊んでやるか。なあ、そこの缶は全部まとめて浮かせられるか？もちろん、見て。いいぞダニエル、うまくなってきたな。あれはどうだ？大きすぎるよ、あんなの無理。お前ならできる。俺を信じろ。体の力を抜いて集中だ。わかった。できた。さすがだ、上手くなってきたな。ねえ見た？記録更新しちゃった。まだまだ序の口ってやつだ。他のもやってみよう。いいよ。ショウ、なんかコーチみたいだね。雪合戦やるの？いや、新しい訓練さ、我が弟子よ。
これを空中で止められるかな。いいか。いいけど僕に当てないでよ。前に青タンできたし。マジだよ。当たんねえよ。だろ。もう。ショーン、下手くそ。当てないでって言ったじゃん、バカ。あ、悪い。止められると思って。マジで。行くぞ。うわ、見て、これが僕のパワーだ。できると思ってたよ。ちゃんと教えたからな。でもお前はすげえよ。おい、まだ咳してるじゃねえか。治ってないんじゃねえか。言ったでしょ、大丈夫。ただちょっと疲れただけ。そっか、休みが必要だな、スーパーヒーロー君。もう戻っていい？ああ、戻る前に水汲んでこうぜ。その咳止まんねえな。本当に大丈夫か？言ったじゃん、平気だって。ちょっと冷えただけ。さあやるぞ。ヘリタンカー山火事の現場に到着。注水活動を開始するのだ、レンジャーディアス。いいぞダニエル、トレーニングの成果が出てるみたいだな。ありがとう。水に触りたくなかったんだ、くっそ冷たいんだもん。やべ、ごめん、クソとか言って。気にすんなって、誰も聞いてないし、好きに喋ろうぜ。やった。空き家が見つかった、よかった。でもこれ以上長居はできないな。そんな、幸せだったみたいなのに、ここの家族はなんで戻らなかったんだ。二つ首の王が、俺らいい仕事したな。うん、すごい強そう。マッシュルームも怖がらなくなったし。だよね。ダニエル流超クールな雪だるまだ。傑作。ねえ、お腹空かない？そんなに。本当？僕空いてきた。ここ夏は最高だろうな。またか？お前食う割には太らないよな。鍛えてるからね。マギ、野鳥に名前なんかつけないだろうし、住んでた子供の名前かな。よしよしよし、いい子いい子。寒そうにしてる。中に入って温まらないと。サンディはどんな犬だったんだろう。マッシュみたいな最高の雑種か。3週間前にここを見つけたのは奇跡だ。もう1ヶ月経ったのか、あっという間だ。この家が見つかってよかった。
しっかり休めたし、頭ん中整理できた。ブロディの言う通りだ。俺らは強くなった。運命を共にして助け合ってる。この森は落ち着く。静かで、車も飛行機もない。絶え間なく流れる川があるだけ。ずっとここにいれたらいいけど。ダニエルの体調は良くならないし、食べ物もなくなりそうだ。また移動しないとダメか。ここは静かだね。お隣さんもいないし、道路もない。別の星に来たみたい。父さんのバーベキューが食いたい。ハラペーニョと特製ダレで肉を漬け込んで。くそ、別の星な。マジで生きてえよ。あ、罠チェックするの忘れてた。なあおい、ダニエル、マッシュも運動が必要だろ。そうだね。あ、いいこと思いついた。少し遊ぼうか。なんだあれ、箱かなんかがある。ダニエル、こっち来い。どうしたの？お前あの箱を下ろせるか？うん、任せて。こりゃなんだ？お宝？何入ってた？紙のメダルにマッチ？それってパワーベア？でもコスチュームが違うよ。昔のやつかな。すごい。もらってもいい？いいよ、レトロな感じでいいな。悪いな、うちは満員なんだ。この葉っぱは興味ない。そうだな、火起こそうぜ。もう慣れたろ。嫌な感じの咳だな。大丈夫、ただの風邪だよ。今日はすごかった、レベルアップだ。自分でもびっくりだよ。簡単になってきたし。ここお化け屋敷だよ。そんなことよりルールの復習が必要みたいだな。偽びらかすなっつったろ。そんなんじゃ。いいよ、もうルール分かってるもん。じゃあ確認だ。第一のルールは
力は隠せだろ。例えばダイナーで皿を回したらどうなる。みんな怖がる。で、怖がった人はどうする。警察呼ぶ。その通り。第二のルールは絶対に話すな。おお、いいぞダニエル。苦手なルールなのにな。うるさい。最後のルールはあれでしょ。ほら、頑張れ。危険を避けろ。危険から逃げろ。これが一番大切なルールだ。理由は？わかんない。この力があれば逃げる必要なくない？いや、危険すぎる。常に別の方法を探すんだ。じゃあこの力を持つ意味って何？まだわからない。もしこの力をもっと早く使ってたら、お父さんまだ生きてたかも。あれは俺のせいだ。お前を外で一人にしたから。でも僕は何もしなかった。しなかったんじゃない、できなかっただけだ。心配しないで、平気だよ。優しいね。腹減ってそうだな。お前はいつも空いてる。なら飯にすっか。作るからさ。うん、マッシュを待たせないでね。最初はダニエルにひっついてたけど、今は暖炉の隣がいいらしい。メカロボット発射準備。ダニエルの親友だな。今日の訓練始めるぞ。お座り。マッシュ、お座り。おい、お座り。マッシュルーム、お座り。え、マジかよ。話しかけ方がもうダメ。覚えとけよ、裏切り者。学校懐かしいな。子供がいた家でよかった。ダニエルが遊べるものがある。まだ使えて本当によかった。暖炉なしじゃ死んじまう。あいつは物覚えがいい。良すぎるくらいだ。よっぽど暇だったんだな。ファッション度アップだ。見た目は大事だからな。マッシュルーム、飲みたいか？よしよし。人んちって変な感じだ。切ないな。子供はいつか大人になるってことか。
もっと家事とか手伝っときゃよかった。正直タバコだけじゃ足んねえ。少し残ってるのを見つけた。すっげえまずいけど体は温まる。今は孤立するのも悪くない。ああ、室内トレーニングはもうなしだ。ここの鍵が見つからない。別のドアがあるからいいけど。きったな。ダニエルと一緒に使うといつもこうだ。家が爆発しなくてよかった。もうダニエルを夜中トイレにやるのはやめた方がいいな。おい、水置いといたからな。体洗っとけよ。人の服着るのは変な感じだけど仕方ない。こんな生活も慣れればなんとかなるもんだな。ライフハック、水は沸騰させてから飲むこと。ダニエルはすぐゲロるからな。これがあればモーテル気分だ。これはダニエルに飲ませられない。何かわかんねえし。これがあればモーテル気分だ。ここ何週間でダニエルの力はすごく強くなった。一発屋でも悪くない。ダニエルには見せたくない。こいつがなきゃヤバかった。ありがとう父さん。あったまらないと。一気読みしたくなるな。へえ、俺らが心配だった。クソ野郎め。同情なんてするかよ。ブロディどうしてんだろう。 あ、そっか、ネットがない。いつもはペンだから感じは違うだろうな。先週壊れた。ニュースは少し聞けたけど、父さんの安っぽいポスターを思い出す。ダニエルの砦、さすがクラフト名人だ。岩みてえに頑丈だ。他人のもの使うって妙な感じだけど、他になんもねえしな。夜中にダニエルが泣いてると辛い。何もしてやれない。行くぞ。ちょっと待ってね、火を起こすって。
わあ、お腹すいた。まだ使えて本当によかった。暖炉なしじゃ死んじまう。飯でも作るかな。腹減った。ピザをここまで飛ばせたらな。ダニエルのデリバリーサービス。先週街で見つけたのはこれだけだ。ホットドッグもなんか変。悩むな。飯の後に話そう。何作ってるの？ああ、これは失礼。メニューを選んでくれ。ラビオリか？ラビオリ。はいはい。同じもんばっかでうんざりだ。食べたくない。はあ、ピザ食いて。この部屋はクソ寒いから、いらないものを全部押し込んで締め切ってる。絶対触りたくねえ。はあ、普通に音楽聴きてえよ。ダニエルの新しいタブレット。ダニエルの漫画とか書いてみよっかな。このマッシュバーガー、マッシュルームにそっくり。ダニエルに何か食わせよう。クタクタだろう。よし、覚えた。よしよし、中に入ろうぜ。ここの鍵が見つからない。別のドアがあるからいいけど。まだ使えて本当によかった。暖炉なしじゃ死んじまう。おい、飯だぞ。ラビオリ飽きた。ちゃんとした飯だぞ。贅沢言うな。同じのばっかなんだもん。マッシュルーム食べる？
召し上がれ。ラビオリ好きなんだね。ごめん、落ち着いた。待ったろ、いいもの見せてやる。うん。地図を見せないと。本と一緒に置いてたはずだ。ダニエルはよく頑張ってる。見当たらないな。ダニエル、チーズどこやった？何のこと？しらばっくれんな。俺のものと一緒に置いてたチーズだよ。あれ、僕のテント。ごめん。マッシュ、かわいすぎだろ。怒れるわけねえって。ほらマッシュ、あっち行け。ダニエル、お前が呼んでくれ。俺無視されてる。マッシュルーム、おいで。すげえチームワーク。父さんよくやるか。外に誰かいるよ。なんだ、いつからだ。わかんない、さっき気がついて。ショーン、くそ、ダニエル。引っかかった。ああ、はいはい、やられたよ。ちびりそうだった？当たり前だ。まったく。真面目な顔してるな。もういないなんて、寂しくて胸が痛くなる。わかるよ。思い出していいんだからな。ほら。よし、そろそろここを出ようと思う。お前は良くならないし、備蓄も底をつく。やだ、僕平気だし。ただの咳だもん。もうずっとその調子じゃんか。ここから出て薬を見つけないと。ほら、ここだ。ビーバークリーク？どこそれ？ここにカレンの、俺らのばあちゃんたちが住んでる。そう、それで？そこに行けば二人が助けてくれるはずだ。なんでいつも逃げてばっかりなの？それにもし嫌がられたら？家族だし大丈夫だよ。それにあの人のことで責任取ってもらわないとな。本当、一緒にクリスマスのお祝いしてみたいけど。お前なら大丈夫だよ。じいちゃんいい人だし、可愛がってもらえるって。うん、わかった。でもマッシュルームにも聞こう、仲間だし。どう思う？いつ行くの？明日だ。早い方がいい。
は長いからな。じゃあ最後の夜だし楽しいことしよう。サイコロゲームとか。僕が勝ったらリュックに絵描かせて。いいけどゲームに勝つのは俺だぞ。それはないよバカショーン。よし船長、負ける覚悟はできたかい？油断するなよ相棒。行くぞ。6と5と4が出ればいい。そんな船がいるんだ。来いよ6。よしフルシップ。この船は俺のだ。ようそろキャプテン。クルーも集まった。次はお宝だ。よし、でかい数字を出してくぞ。よっしゃ高得点。どうだ、勝てねえだろう。よっしゃ、貨物だ。勝てるもんなら勝ってみな。心配いらないし。ほら、お前のターンだ。うわ、ねえ見てた？パーフェクトでしょ。はいはい、すげえすげえ。スコアしないと、お願い。おお、ナイススロー。ナイススロー。ふう、いいね。俺の番だ。よし、同じのをくれ。くそ、クルーがいい。何なんだよ。サイコロなかったらどうしてたかな。さあな、この本全部読んでたんじゃね。つまんない。僕チェスでお父さんに勝ったじゃん。ああ、俺らだけどな。確かにお父さんの気をそらしてたね。このゲーム好きだったと思うな。だろうな、心は海賊だからな。俺らみたいに海の王者ディアス船長。よしフルシップだ。はいはい、すげえすげえ。おばあちゃんとおじいちゃんち、ゲームあるかな。よし、じゃあ負けたし俺リュック。どれどれ。よし、どう思う？これマッシュルームか。うん、まあショーンほど上手じゃないけどさ。いや、すげえいい絵だよ。ありがとな。ねえ、もう一回やらない？もう遅い、そろそろ寝るぞ。漫画読み終わってから。おしっこかな。そうかもな。散歩させてくる。タバコ吸うんでしょう。ほんとキモい。そうだな、タバコは悪だ。でも最後の夜だし別にいいだろう。よしマッシュ、待たせて悪かったな。